さん、リラさん。はい、まあどうにかやっていけるかな。そうか、それは何よりだ。ところでフィー、フィー、ちょっと来てくれないか。どうかしたの？ライザ、フィーについての詳しい話を改めて聞きたい。え、うん、ふむ、石のような卵で光るか。孵化する前に何かきっかけになるような出来事はなかったか？特には。あ、そういえば大きな壁画がある遺跡に行ったかな。壁画？どんな壁画だ？確か何か光ってるものが集まろうとしているような感じの。そうだ、その絵を見てる時に急に光り出したんだ。それまで一度も私の前で光らなかったのに。リラさん？おい、リラ、ライザが怯えているぞ。ああ、いや、すまない。少々思い当たる節があってな。え？フィーのこと知ってるの？いや、こいつについては何も知らん。私も初めて見たからな。だが、私の想像通りであるならば、卵の方は知っているかもしれない。実際に、過去に似たようなものを見た気がする。その卵の殻は残っていないか？ああ、取っておいても仕方ないと思って捨てちゃった。まあ、そうだろうな。いや、いい。話を聞けただけでも十分だ。ふぃー？突然悪かったな。失礼する。そういうことだ。私も失礼しよう、ライザ。何だったんだろう。フィーのこと何か心当たりあるのかな。フィー、ほんと、フィーは何者なんだろうね。フィー、フィー、フィー。そうだね、元気ならそれでいいよね。ブニー、帰ってきたみたい。どれがいいかな。どのくらい作ろうかな。これでいいかな。いい感じ、さすが私。何をしようかな。これでよしっと。はい、どうぞ。クラウディア。どうしたの？なんかちょっと慌ててるみたいだけど。
実は付き合いの長い大切なお客さんから宝石の注文を受けていたの。なのに私、その宝石を手配するのすっかり忘れちゃってて。え、それ大丈夫なの？正直なところかなり悪い状況でも、今からすぐになんて用意できないし。宝石か。錬金術でもいろいろ使うから、もしかしたら私が持ってるかも。ううん、持ってなくても私が取ってくるから大丈夫だよ。ダメだよ、そんな私のせいで迷惑かけちゃうなんて。友達に遠慮は無用ね、ピー。錬金術師は採取の達人でもあるんだから、どーんと任せてよね。二人ともありがとう。それじゃ急いで出発出発。こんな感じじゃない？これで足りるかな？ありがとう、ライザ。これだけあれば十分だよ。早速届けてくるから少し待っててね。どうだった？お客さん怒ってなかった？大丈夫だったよ。ギリギリだったから心配してたみたいだけど、予定より多く持っていったからすごく喜んでたよ。よかった。それなら大成功だね。ライザのおかげだよ。本当に助かった。もしあのお客さんを失ってたら、紹介に大きな損失を出しちゃうところだった。本当にありがとう。そうだ、これをもらって。そんな、こんなにもらえないよ。私からのお礼は言葉でしたよ。だからこれは紹介からのお礼だと思って。ライザのおかげでうちは大きな損害を被らずに済んだから、正当なお礼として受け取って。クラウディアの頑固さには負けたわ。それじゃあ遠慮なくもらっちゃうね。うん、ありがとう、ライザ。ううん、こちらこそありがとう。それにクラウディアのお手伝いができて嬉しかったよ。フィーも嬉しかったみたい。フィーちゃんも手伝ってくれたものね。ありがとう。いらっしゃい。またどうぞ。ようこそ。こちらでお決まりですか？はい、毎度ありがとうございます。こちらでお決まり、はい、毎度こちらでお決まりです。はい、また来てくださいね。ようこそいらし、こちらでよろしいですか？こちらでよろしい、ありがとうございました。こちらでよろしいですか？ありがとうございました。こちらでよろしいですか？ありがとうございました。こちらでよろしいですか？ありがとうございます。
こちらでよろしい。ありがとうございまたお越しく。こんばんは。これでいいですか？はい、毎度。これでいいですか？はい、毎度。これでいい。はい、毎度で。これでいいです。はい、またどうぞ。こんばんは。また買ってくれ。こんばんは。決まりかな。毎度ありがとう。決まりかな。毎度ありがとう。決まりかな。毎度ありがとうね。決まりかな。毎度ありがとう。またいつでもどうぞ。どこに行こうかな。よし、行くぞ。おう。これでいいのか？毎度な。これでいいのか？毎度な。あれ、また買いに来て。いらっしゃい。お会計でいいのかな？はい、毎度あり。お会計でいいのかな。はい、毎度あり。いいと。お会計でいいの。はい、毎度あり。お会計でいい。はい、毎度。またどうぞ。暗くなってきたな。お、また。ねえ、どこに行くのさ。よーし。あれ、ライザ。やあ、いらっしゃい。今日はどうしたんだい？よかった。今日は忙しくなさそうだね。ん？どういう意味だい？前に来た時は全然気づいてくれなくてさ。その時は邪魔したらいけないと思って出直したの。あ、そうだったのか。全く気づかなかったよ。申し訳ない。うん、いいよ。私もそういうことよくあるし。僕もそうだよ。集中すると時間の感覚がなくなったりしない？あるある。朝作業を始めて気づいたら工房の外が真っ暗だったことなんてしょっちゅうさ。僕も本を読んでる時なんかはそんなことの連続だよ。寝る前にちょっとだけと思って始めた作業なのに気づいたら朝だったってこともね。あるある。なんだ、みんなよくあることなのか。ちょっと安心したよ。
多分皆さんだけだと思います。ねえ、どこに行くのさ。よーし、あれ、あそこにいるのって。クリフォードさん、何読んでるの？あるトレジャーハンターが書いた自叙伝さ。子供の頃から何度も読み返している本なんだ。俺がトレジャーハンターになるきっかけにもなった。ま、俺にとっての起源みたいなもんさ。へえ、トレジャーハンターの自叙伝か。なんだか面白そうかも。フィー、お、フィーも興味あるのか。気が合うじゃねえか。どうだ、俺のとこ来ないか。相棒に迎えてやるぜ。フィッ、やれやれ、釣れないね。どんなことが書いてあるの？教えてやってもいいんだが、いや、やっぱり俺の口から語るもんじゃねえな。興味があるなら今度貸してやるから、自分の目で確かめてみな。いいの？じゃあ楽しみにしてるね。どこに行くの？よーし、ライザ、ちょっといいかな。いらっしゃい。どうしたの？ちょっとお願いがあってね。また渓谷で見つけた遺跡に行ってみたいんだ。いいけど、どうして？実は前に行った時にちょっと気になったところがあったんだよね。ただその時は確信がなかったから言わなかったんだけど、どうしても気になっちゃって。ふん、なるほどね。そういうことなら近いうちに行ってみよう。ありがとう、よろしく頼むよ、ライザ。行こうかな。ここならのんび。僕たち以外の人間が最後に入ったのは何百何千年前なんだろう。えい、あ、取れた。こっちでも神秘的なこの素材が手に入るとは思わなかったな。よーいしょ。てやー。
これはお宝じゃないのか。渡すのが惜しいな。あ、取れた？気になってる場所ってここだよね。何か見つかるといいんだけど。大丈夫、多分何か見つかるはずだから、ちょっと待っててね。あるの？ちょっとこの文字は読めないや。あらら。でもどこかで見たことがある気がするな。持ち帰って調べてみるよ。行きますか。ここならの。俺一人でも十分かな。くれ！ちょ、そこだ！せーた！連続よ！やっ、は！届いて！くれ！ちょ、そこだ！せーた！連続よ！力を見せろ！届いて！くれ！ちょ、ライザさん、お願いします。せーた！連続よ！そこ、やっ、は！くれ！届いて！当然の結果よ。えい！よいしょ。魔物臭がすごいのが難点だけど、これも必要な材料だもんね。よいしょ。なんだ、余裕余裕。セーター、連続よ。ちょ、そこ、そこだ。やっ、はぁ、届いて。
くれ。ゼーター連続よ。そこやっはっ、ライザ動いて力を見せろ。くれ。そこライザさん、お願い、任せてください。無理すんな。そこやっくれ。届いて。ゼーター、楽勝楽勝。さあ早く進もう。もっと経験を積めってことか。ちょっとは成長できたを見せろ。はくれ。せーの、ライザさん、お願いします。そこだ。そこそこは届いて、任せてください。無理すんな。くれ。そこそこだ。当然の結果よ。相手でも油断は禁物です。そこやっはっ、届いて。くれ。せーの。そこだ。そこやっ、せーた、届いてよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。持ちすぎかも。どこに行きますか？よーし、行くぞー。